イグナーツ・ベーゼンドルファー。イグナーツ・ベーゼンドルファーは、オーストリアのピアノ製造技師であり、ピアノメーカー、ベーゼンドルファーの創業者である。1796年、オーストリアウィーンで家具職人の家に生まれる。19歳の時、ピアノオルガン製作者のジョセフ・ブロードマンに弟子入りし、ピアノ製作技術の腕を磨く。1828年、ピアノ製作者として独立し、 1830年には、オーストリア皇帝フランツ一世から、宮帝及び会議所模様多子のピアノ製造技師の称号が与えられる。イグナーツの制作したピアノは、フランツ・リストの激しい演奏に耐え抜いたことでその、評判が、欧州全土に広がり、ベーゼンドルファーの名は一躍有名なものとなった。この成功が、リストとベーゼンドルファーの永年にわたる信仰を、生み出したと言われている。 1839年と1845年には、ウィーンで開かれた産業博覧会で最優秀賞のゴールドメダルを獲得する。彼の制作したピアノの需要はその頃から急増し、それに応じるため新工場を建設するが、1859年、新工場が始動する前に、イグナーツ・ベーゼンドルファーはこの世を去る。ベーゼンドルファーのピアノ事業は、その後、 息子ルート美ヒによって受け継がれる。ありがとうございます。